Hello everyone, welcome to our show Creative World. I'm your host Shin Matsuba. We'll be introducing some amazing talented people, chatting with them in a one-on-one interview, hearing their stories, picking their brains, looking through the kaleidoscope of Creative World. Today's Creative World is Kabuki. Today's guest is from a traditional Japanese performing art called Kabuki, which is well known throughout the world. He entered the Kabuki world at the age of 10 and has been performing since then. His outstanding Kabuki skills are not only acclaimed by the big names in the Kabuki world, but they're also capturing the hearts of many Kabuki fans. Currently, as a member of Nakamuraya, he is contributing to the development of Kabuki. Please welcome Tsurumatsu Nakamura. Tsurumatsu-san, 本日は日本からお忙しい中、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。いえ、こちらこそです。よろしくお願いします。中村つるまつです。早速なんですけども、歌舞伎の歴史と中村屋について教えていただけますか？はい、歌舞伎というのはですね、今から約400年前に誕生した演劇でして、江戸時代にできたものなんです。で今でこそね、歌舞伎というと男性だけが演じる演劇なんですけれども、誕生した当時はですね、出雲のお国という女性が始めたものが起源となっているんですね。で女、女性だけで演じられていたものなんですけれども、それが江戸の町の風紀を乱すということで、幕府の弾圧があってですね、今度は若衆歌舞伎といってですね、女歌舞伎から若衆歌舞伎。若衆というのはですね、成人していない男性。江戸時代は成人すると前髪を剃るというその風潮があったんですけれども、前髪を剃っていない、若い男性だけの若衆歌舞伎というものが生まれたんです。でもそれも男色といいますか、また、江戸の町の風紀を乱すということで、今度は野郎歌舞伎といいましてですね、若手だけではなく大人の男性も演じる今の歌舞伎というものの原点になったのが野郎歌舞伎というんですね。で今でこそ歌舞伎というとこう敷居が高いといいますか、入場料というものも値段的にも高いですし、ちょっとなかなか見に行きづらいというか力が入ってしまうようなものなんですけれども、江戸時代はもっと庶民の娯楽であったものでして、前日の夜中から一生懸命準備して、当日の朝早朝から、船だとかに乗って、一日通して歌舞伎を見に行くというのが江戸時代の歌舞伎だったんですね。で中村屋というのはですね、江戸時代、先ほども申しました通り幕府の弾圧があって、度重なる弾圧でその中で行われていた演劇なんですけれども、江戸三座といいまして、中村座、森田座、市村座というですね、この三つの芝居小屋だけが、幕府の公認の許可を得て、歌舞伎の興行ができていたところなんですね。で、そのうちの中村座というところで、座頭を務めていたのが、猿若勘三郎という方でして、そこが中村屋の起源となっております。で、中村勘三郎という名前はですね、長く耐えていたんですけれども、17代目の中村勘三郎さんが、久々に中村勘三郎という名跡を復活させたというのが、起源ですね。なるほど、詳しくありがとうございます。歌舞伎っていうのはですね、通常の演劇などとはどのような違いがあるんでしょうか？オーバーにするというのは一つ大きなところかもしれないですね。あとはですね、二次元的と言いますか、絵面で捉えるというところがちょっと特色があるかもしれないですね。他の演劇はですね、やっぱりこう奥行きがあって客席と一緒にこう作り上げるというものがあるかもしれないんですけれども、歌舞伎はどちらかというと絵のような感じで捉える二次元的なものが多いですね。あとはやっぱり見た目的なもので言うと顔も白く塗りますし、衣装もやっぱり派手ですよね。もう顔を白く塗るというのもですね、もともと江戸時代は照明というものがあまり栄えていなかったので、暗い
中でも顔がしっかり見えるようにということで顔を白く塗って、顔が目立つようにしたというのが、今のおしろいというものの起源になりますね。歌舞伎といってもですね、本当にいろいろなジャンルがありまして、踊り舞踊もあれば、世話物といってですね、江戸の町並みだというかですね、何事もない日常を映し出すもの、あとは時代物といって、昔の大きな事件を取り扱うものだったりするので、世話物だと割と衣装もですね、この今私が着ているようなこう着物だったりするんですけれども、時代物になると豪華絢爛といいますか、とても大きなもの、ものによっては40キロぐらい、カツラだったり衣装で40キロぐらいのものだったりしますね。かなり体力がいるわけですね。そうですね。あとやっぱり2000人、歌舞伎座だと2000人お客様が入るので3階席だととても遠いんですよね。その中でもお客様に伝えないといけないというものがあるので、やっぱり普通の演劇よりかはオーバーにといいますか、遠くのお客様にも伝わるようなお芝居を心がけるようにしていますね。なるほど。歌舞伎の世界に鶴松さんが入られたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？そうですね、3歳の頃から僕は児童劇団に入っておりまして、その中でいろいろオーディションっていうのは受けなければいけなかったんですけれども、たまたま歌舞伎のオーディションがあって受かってですね、そしたらなぜか僕も幼少期の頃なのであまり記憶にはないんですけれども、なぜか歌舞伎だけが本当に好きになってハマってしまって、家でもずっと歌舞伎のセリフを真似していたみたいですし、でも子供ながらにね、いろんな演劇の芝居がある中で歌舞伎に取り憑かれたというのは我ながら不思議というのもありますし、でも歌舞伎というとこうなんか異世界なイメージがあるので、なんか子供が仮面ライダーとかウルトラマンに取り憑かれるような感じで好きになったんだと思いますね。で、そこで歌舞伎の舞台を踏むにつれてですね、18代目の中村勘三郎さんという人に出会って、そこで、より一層その芝居を見てて歌舞伎の素晴らしさ、演劇の凄さを身に染みて感じましたし、ずっとこの人の下でお芝居を勉強したいというふうに子供ながらに思っていたの で、ちょうどその時に歌舞伎役者にならないかということを声かけていただいてですね、小学校5年生の時に中村鶴松という今の芸名をいただいて歌舞伎役者になったということですね。いや、素晴らしいです。海外の、中村屋さんの公演についてなんですけども、これまでどのような国でどのような公演をされてきたんでしょうか？はい、ニューヨークをはじめ、ドイツだったり、ベルリン、スペイン、ルーマニアなど歌舞伎公演はですね、意外と昔から海外で行われるというものは多いですね。あと歌舞伎座自体もですね、外国のお客様向けにいろいろ取り組んでいることもありますし、海外だとですね、本当に日本と違ってお客様の感情がストレートといいますか、本当に面白くなかったら途中で変えられるので、だからそこはすごいシビアですね。面白かったらもうスタンディングオベーションで全力で拍手をしてくださるし、だから自分この演者側の熱量というものが日本以上にストレートに伝わるので、少しでも気が緩んでいたらやっぱりそれが海外のお客様は日本以上に汲み取られるといいますか、だからそこは難しいですね。でも本当に 100% の力でやっていれば分かってくださる、言葉は違えども、この歌舞伎のパワーというものをなぜか外国のお客様は分かってくださるんですよね。だからそれが歌舞伎のすごいところでもあり、外国のお客様の演劇に精通している部分でもあり、だと思いますね。言葉の壁を越えた部分ですもんね。そうですね。あとスペインに一度行った時はですね、スペインというとやっぱりフラメンコが有名です。でフラメンコだとちょっと地面を踏むという動作、あとは歌い手の方々にその歌というもの、
その音楽、それがですね、日本舞踊というか歌舞伎の舞踊と何か似ているなと思いまして、歌舞伎も初祭だといってですね、地面を踏む動作がありますし、あの歌い手の方々もいますし、だから実際現地に行ってフラメンコを拝見したんですけれども、なんか歌舞伎の舞踊ととっても近しいものがあるなと思ってですね。なるほど。そして今年の5月に決まった国運歌舞伎というのはどのようなものなんでしょうか。はい、1994年ですね、確かに、串田和義さんというですね、現代の演出家の方と、勘三郎さんがコラボした、ものでして、まあ、新作の歌舞伎というものは、いろんな方々がやられてはいるんですけれども、歌舞伎、古典の歌舞伎を、現代版にしたといいますか、ただただゼロの状態から作るわけではなく、本当の歌舞伎の良さを分かってほしいというところからですね、歌舞伎をもっと分かりやすく、そしてやっぱり若い方々にも歌舞伎を好きになってもらいたいという一心から作り上げたものが国運歌舞伎というものですね。で、劇場もですね、渋谷の国運というところで行われるんですけれども、それこそ現代劇なんかを様々やっているところなので、先ほども言った通り、なんというか歌舞伎の絵面的な二次元的なものではなく、お客様と一緒に作り上げていくというようなものが特徴なのかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。はい、歌舞伎役者になるためにしなければいけないことというのは何でしょうか。またお稽古は毎日されるんでしょうか。よろしければお稽古の内容も少し一緒に教えてください。子供の頃は習い事としてといいますか、しっかり日本舞踊だったり、先ほども言ったお囃子、三味線なんかというものを習いますけれども、大人になってからはもう常に歌舞伎だらけの世界にいるといいますか、ご飯を食べていても耳からは歌舞伎のセリフ、先輩方の歌舞伎のセリフが流れていますし、歌舞伎って1ヶ月間25日間興行で、休みも基本的にはないので、もうずっと歌舞伎なんですよね。なのでそれが一番お稽古になると言いますかですね、常に、先輩方のセリフを聞いて、で舞台をちょっと袖に見に行けば先輩方の舞台が見れて、常に歌舞伎と共にいるというものが一番のお稽古ごとと言いますか、大切なことだと思います。だから僕らもよく昔から芝居を見ろ芝居を見ろっていうのは非常に言われてきたことでしたね。今年、そして他の芸能にはないですね、歌舞伎ならではの、先ほども少しおっしゃっていましたけども、決まり事、お作法、行事などはありましたら具体的に教えてください。そうですね、挨拶というものは、非常に大切かもしれないですね。歌舞伎はまず楽屋入りして、着物だとか浴衣に着替えてですね、そこから全部の部屋、全部の先輩の部屋におはようございますと挨拶を言ってですね、そしてお化粧をした後、今度は同じお芝居に出ている役者さんだけにお願いいたしますと、またこれが2回目の挨拶でして、で今度は、お芝居が終わった後にありがとうございました。だから3回挨拶があって、これが何演目もあるとですね、本当に1日10回以上先輩のお部屋に挨拶に行くというようなことはありますね。なるほど、伝統があるわけですね。 Wait, there's part 2. Also, don't forget to subscribe to our channel.